という中島さん。放送席、それではヒーローインタビューです。今日のヒーローは、7回無失点の行動で今シーズン16勝目山本由伸投手、そして今日のゲームで日米通算250セーブ達成平野佳寿投手です。まずは山本さんから伺います。7回無失点ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日も素晴らしい投球でしたが、今日の投球は振り返って山本さんどうでしたか？立ち上がりから、いいボールは行ってたんですけど、ちょっと球数が多くなってたんで、中盤はなんとかテンポよく、球数少なく、行くことを心がけて、なんとか7回まで行きました。7回まで投げる中で11個の三振を奪いました。これについてはどうですか？
まあ、終盤になるにつれて若月さんの、まあ、リード通りいいところに投げれてたので、はい、若月さんのナイスリードだと思います。山本投手の3年連続の最多勝はもう確定しています。で、今日三振多く奪ったことでこれで3年連続の投手4冠がもうほぼ見えたと思うんですけれども、これについてはどうですか。まあ、本当にあのコンディションよく、まず1年できたことがすごく良かったのと、またそこに、まあ、あの監督をはじめピッチングコーチだったり、本当にいい管理を、していただいたので本当に感謝しています。そして山本さん、お隣の平野投手が日米通算250セーブ達成しました。これについてはいかがですか。いや、もう本当に、信じられないぐらい、すごいことだと思いますし、同じチームで、プレーできているということに、すごく、はい、感謝したいと思います。ありがとうございます。バファローズはリーグ優勝はもう決めましたが、リーグ戦も間もなく終わって間もなくクライマックスシリーズという流れになっていきます。CS に向けては山本さん、どんな意識で取り組まれていきますか。やっぱり日本一を目指してやるしかないと思ってるんで、しっかり体調整えて、また18日から、熱い戦いが始まるので、そこに、しっかり合わせて全力で投げていきたいと思います。それでは山本さん、スタンドのバファローズファンの皆さんに最後一言お願いします。今日も、本当に応援ありがとうございました。また、次は、まあ、わかんないですけどクライマックスになるかどうかで、まあ、秘密ですけど18日に向けて頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。山本投手でした。続きまして平野佳寿投手です。日米通算250セーブ達成おめでとうございます。ありがとうございます。この記録を達成して今の心境はいかがですか。はい、もう本当ね、もう皆さんに助けてもらって、はい、今日も試合前に由伸が今日やりましょうねって言ってくれたんで、はい、で山岡といい感じで繋いでくれたんで、はい、本当にできてよかったです。チームが3点リードの状況、最終回セーブがつく状況でマウンドに行きましたが、マウンドに向かう250セーブがかかったマウンドに向かう心境というのはどうでしたか。そうですね、このオリックスで初めて、敵チームを応援しましたね。9回8回か、はい、このままで頼むって初めて、後にも先にも相手チームを応援するのはこれが初めてかなと思いました。はい、それはやっぱりホームで、京セラのバファローズファンの皆さんの前で決めたいという気持ちがあったんですか。まあ、そう、それは一番ですね。皆さん、すごい応援してくださいますし、すごい力になりますし、節目節目、ビジターが多かったんで、250はホームでやりたいなと思ってたので、はい、よかったです。ランナー背負いながらも、さすがの落ち着いた投球で3つのアウトを取りましたが、今日の投球はいかがでした。はい、3点差だったんで、まあ、いつもと同じようにランナー出してからも粘って、はい、点上げ与えないように、勝ち越されないように、同点されないように頑張って投げました。ランナー出しながらもしっかりと抑える秘訣っていうのは何なんですか。いや、もう気合いですね、それは。はい、3つ目のアウトとなった瞬間に平野さん両手を突き上げましたが、あの時の気持ちはどうでした。いや、素直に嬉しかったですね。はい、そしてチームメートはみんなで水をかけに来ましたけれど、祝福の仕方というのはどうでした。初めてだったんで、ね、僕ああいう風に受けたのは。ただまだここからクライマックスもあるのに、僕の大事なグローブをあいつら濡らしに来たんで、ちょっとそれは怒ってますけど、でも最後にマーゴ選手がめちゃめちゃ綺麗に拭いてくれてたんで、はい、クライマックスも、あと残りシーズンもクライマックスも日本シリーズも頑張っていきたいと思います。で、花束の贈呈はかつて共にブルペンを支えた、佐藤達也広報でしたが、この花束の贈呈はどうでした。はい、達とはね、もうずっと一緒に頑張ってきたし、はい、すごいピッチャーだったんでね、はい、まあ、彼何も思ってないと思いますけど、はい、
嬉しかったです。はい、平野さんがお立ち台に向かう前にあのビジョンでは特別なここまでを振り返る VTR もありましたが、改めてこの250セーブまでの道のりを振り返っていかがですか。あの映像を見て細いな思いましたね、はい、最初の方、はい、だからこれから太らないように気をつけます。この250セーブを達成するまでの取り組みの中で、一番大切にしていたことというのは何ですか。中継ぎにね、抑えやってると、打たれることもありますし、まあ、実際それも多い方だったと思いますし、まあ、その次になかなか切り替えるのは難しいですけど、その次に一歩を踏み出せたっていうのが次の日に向かって、まあ、それの積み重ねだと思うんで、まあ、それがこうやってここまでこれだと思いますし、あとは本当、丈夫に産んでくれた両親に感謝したいです。はい、今バファローズは、昨年日本一になって、そしてパリーグは3連覇しています。バファローズでのプレーとなると今年で15年目となりますが、ここまで長くバファローズを見ている中で、今のバファローズは平野さんどんなチームだと思っていますか。僕が帰ってくる時からすごい強いチームになるだろうなと本当思いながら帰ってきましたし、それがこう現実となって、はい、3連覇っていう本当若い子たちが吉野部中心に頑張ってくれてるんで、すごい心強いですし、はい、もう本当戻ってきてよかったと思います。はい、リーグ優勝は決めましたが、この後クライマックスシリーズの戦いに入っていきます。そこに向けての気持ちはいかがですか。はい、同じように、いつもと同じようなルーティーンでしっかり、呼ばれたら自分の力を出せるように、もうそれだけだと思うんで、はい、頑張っていきたいです。それでは日米通算250セーブ達成の報告も含めて、最後バファローズファンの皆さんに一言平野さんお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。250セーブ達成しましたけど、また引退するつもりはないので、ここから一つでも伸ばせるように、若い子たちに負けないように頑張っていきたいと思います。クライマックス日本シリーズも、行きたいと思うので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーローはオリックスバファローズ山本由伸投手、平野佳寿投手でした。さあ、それでは今日のヒーローと一緒に阿部選手を含めて、その勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。さあ皆さん、今日も全員で勝つことまでいきますよ。準備は OK ですか。さあ、それではいきましょう。残りの試合も全員で勝